寺内聡は、日本テレビ社員、元テレビプロデューサー、元日本放送アナウンサー、芸能マネージャー。大阪府大阪市出身。1979年3月、大阪府立育野高等学校。1983年3月、関西学院大学社会学部卒業後の同年4月に、芸能プロダクションのアミューズに入社。芸能マネージャーとして、 サザンオールスターズの付き人から始まり、H2O、宮崎雅美等のマネジメント業務に従事し、26歳の時にタクシーに乗車中日本放送のラジオパーソナリティ募集のラジオ CM の耳にし、最初は縁がないと資料していたが、タレントマネジメントの仕事で同局に来訪した際、知人のディレクターに勧められ、そのまま先行書類を提出し、中途採用に応募。 1987年3月、アミューズを退職し、同年4月に日本放送に移籍。主に音楽番組のパーソナリティとして、オールナイト日本第2部と様々な番組に出演しつつ、バラエティ番組のラジオディレクターとして番組制作を担当していた。1991年3月、日本放送を退職し、同年4月、日本テレビに移籍。 テレビ番組のプロデューサーとして、主にバラエティ番組や音楽番組の制作を担当。2007年7月人事にて、編成部に移動。2011年12月人事にて、情報エンターテインメント局に移動。2014年6月人事にて、長年携わった番組制作業務から退き、総務局ファシリティ推進部兼社長室工事町、再開発事務局に移動し、 旧日本テレビ、工事町ビルの閉鎖、解体に伴う、日本テレビ通りエンドウ町づくり業務を担当しており、2021年6月付人事にて、総務局不動産事業部町づくりプロデューサーに就任。日本放送時代日本テレビ時代。ありがとうございます。